花より団子だと思うんですよね、うん、まあ最高だ、うん、行くの？え？だってないでしょ、ないもん。ここに太鼓あるよ、ここに太鼓あるよ。太鼓を叩かないでください。チェーみたいな。香港。本当はこれチェーみたいな。香港様。香港様。はいはい、初の北海道神宮でしたけど、どうでした？いや、まあ、何？今日変えてよかったですね。初めて聞いたので見たりしたんですけど、はい、もう一つあのなんか並すんげー並んだところにもなんか限定のなんかあるんですけど、ちょっとそれはあまりにも並んでたんで、はい、ということで、はいはい、初めて北海道神宮北海道神宮に、はい、連れてきてもらいましたけど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ車で食べましょう。おのぼりさん、え
私はい、じゃあ白鹿違う。なんだっけ、おのぼりさん食べよう。あ、違う、なんだっけ、ハンカン様か。はい。はい。あるの。はい。はい。暑い。はい。暑いです。ありがとうは。お父さんありがとう。きれい、ゆうとは。お前何ゲームしてんのよ。はい。暑くね、これ。暑い。ちょっと、ゆうとに渡してあげて、これ。暑。ハンカン様、いただきやーす。どういう意味なの、ハンカン様って。わかりません、裏に書いてある。ハンカン様という、ゆり使われた。その吉田家は、明治政府の下で、配達のハンカンに命じられ、ハンカンという方、ハンってハンカンという、なんか略称だったのよ。おいしいですか。いただきやーす。お餅ですね、これ。お餅。でも、なんで六花亭が、なんで六花亭がこれを作ってるんだろう。食べてんの。うん。おいしい。お餅だ。美味しい？伸びる。伸びる。うん。くっついちゃったこれに。ちょっと美味しい。どんな味？中に何入ってんの？粒あん、こしあん。うん。どっか。あ、粒あんこ。うん。こしあんです。どっちやねん。こっちだってこっち。大変これ。美味しいの？もっとお餅だもん、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃった。柔らかくて熱いってちょっと握りしめてたらビヨーンって溶けちゃった。こんな状況なわけないんだけど、うん、全国1万人の皆さんファンの方が見てますね。これはつぶあんだ。美味しい。なんか大丈夫？なんか服につきそうだよ。これこしあんだったよ。あ、うーん。これこしあんで。すごいね。お餅だもん。そんな得意げに言われてる。これのやつはね、ズブアンだよ。ズブアン。おいしい？これもう2個ぐらい食べれそう。やらないよ。最後の一口いただきます。いただきやーす。誰よりも早く食べ終えちゃった。ハラウカも待ってるよ。本当？ありがたいもの食べたんでしょ、これきっと。難しい漢字があったりするから読めない。買いたくない。じゃあお父さんも食べよう。もう一個買ってきて。は？何言ってんの。お餅もう一個食べたい。ハンカン様が食べたいです。お守りになりそう、ハンカン様。